はいどうも、大勢です。スーです。スーです。すごい、全然。かすれました。はいどうも、大勢です。リュウです。スーです。エレです。アイビーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、並んでますよ、今回も。久しぶり。やっぱ俺も結構前かな。そう、で、僕、その時いなかったんですよ。あ、そっか、4人か。4人で撮ってて、初参戦。先言ってたもう全員案件とかで自腹っすよね、はい、こちらも自腹っす、ね、これマジでリアルバイ、リアルバイっすね。では早速、じゃあ今日は香水15本ご用意してますので紹介していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。これが一番僕たちの中で最強ベスト3だったやつを全員持ってきてて、こう一個ずつ3だったら全員紹介して、2だったら全員紹介してみたいな感じでローテーションでやっていこうかなと思っておりますので、じゃあこれの、アイブさんお願いします。あ、お願いします。見なくていいですよ、見ない。あ、一回ちょっと見ていこうか。あ、見えた見えた見えた、はい、最初はグーチェックポイ、アイコでしょい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 、決まんない。おー、強い。今対象グッジャケポイ、アイコでしょい。おー、おーい、やっぱり弱いですね。対象グッジャケポイ、アイコでしょい。対象グッジャケポイ、アイコでしょい。3で1で、おい、おー、4で最後まで見てね。私めの第3位はこちらでございます。おー、そっから行った。はい、ルラボの49番、イランイランの、あー、男女ともに使えるような香り。ちょっと待ってください、一回ください。お願いします。いいですか。おー、はいはいはい、いい香りする、めっちゃ。これ女性でも全然つけれるよ。いや、めっちゃいいと思う、この感じ。女の子つけてたらドキッとするわ、ちょっと。鼻の柔らかさもありながら、奥ゆかしさというか、セクシーさみたいな、ちょっとなんか、官能的なっていう言葉にこう、ふさわしいような香りになってるので、夜かな。え、俺も夜な気がする。夜に、白シャツ第2ボタン開けて、シュン小山。あー、そうね。シュンさん。強いウッド系のテイストじゃないけん、うん、ウッド系のセクシーさとかじゃなくて、ちょっと柔らかいセクシーさを出したいって人にすごくおすすめ。なんかね、ツンツンしてないというか、ちょっとこう 丸さのある香りというか、うん、包み込まれる感じするよね、うん、あ、でもこれめっちゃいいね。マジで俺これ買いに行こう。おすすめです。いい、うん、これ本当おすすめです。はい、いただきます。はい、3位、ちょルーラボ株にすいません、ガイアクですね。おー、これ東京限定なんですよ。まあ、これ3位なんですけど、うん、僕が女の子につけてほしいランキングが1位です。おー、あー、もう、あー、うん、あー、うん、いい匂い、うん、これ女の子つけてたら、確かにつけてる子いたんですね、最近、うんうん、そんなことでよかったの、そっかなんですよ。しかも、めっちゃ大丈夫、聞いたしてるか、最初もちょっとムスクっぽい感じだったけど、つけてるとウッディっぽいよな。ガイアクってこんなに匂いだっけ。後半の方に向けてさ、少しスモーキーな感じになってる。あ、なるなるなる、そうなるんですよ。そうよね、東京限定なので、もし東京店舗行った方は見てみてください。3番目、私、ルラボです。おお、王道のアナザーサーキュー。あ、もう夏木の匂いだもんね。安心します、うん、安心安全。マジで夏木の匂いがする、うん、あの、いい匂いアナザー、うん、これもムスク系というか、うん、でもガイアクとは違う、うん、ちょっとこう、うん、大人っぽさがあるというか、大人っぽい、どっちかっていうとメンズがつけてたらかっこいいかな。確かにかっこいいかも。シルトできそうな顔。確かに、夏木の匂いがあるでしょ。あ、でもすげえいい匂いするわ。やっぱルラボすごいね、うん、こう思うと、うん、幅がありますよね、うん、香りに。香水初心者、うん、1個目にもすごいいいと思う。全然、うん、一軍香水1本目って感じ、うん、確かに、僕は、うん、第3位、イソップのマラケッシュっていう香りになります。それいいっすね。まあ、その名の通り、うん、モロッコのマラケッシュっていう、都市があるんですけれども、まあ、そこをちょっと連想させるような香りで、うん、まあ、ちょっといいっすか、うん、あー、うん、うん、俺結構落ち着くよな。リュウ君の香水って感じするかもしれない。暖色っすね、めっちゃ。そう、オリエンタルな香りというか、うん、オリエンタル、うん、なんかちょっと不思議な香りで、ほぼよくスパイシーな感じ。スパイスがあるよね、うん、あって、まあ、イソップ好きな人だったらすごいいいと思いますね、うん、普段の香り。しかも価格も比較的手に取りやすくて、うん、1万1000円。そうっすね、確かに、うん、1万5000円いかないぐらいだった気がします。ほんとそれこそギフトとかにもいいと思います。
。あ、しかもこれロールオンのタイプもあるんですよ。10ミリぐらいの塗るタイプもあって、そっちも持ってやすいからプレゼントしやすいと思う。それめっちゃ貴重情報じゃないのこれ。ロールオンなんてこんだけちっちゃいからさ、カバンの中にピッて仕込ませといてさ、シュッシュとかお店でやったらさ目立っちゃうけど、こうやって手元でこうコロコロコロってやって出る前にこうつけたりつけたしたら、あの子いい匂いするかなみたいな女の子は。めっちゃいいね。で僕ですね、はい、さすがに僕もベスト3、あのルラボーほぼない。ほぼない。面白い。使ってます、ね。入れに行かないとやばいんですけど、そうそう。ちょっとじゃあ。2ヶ月前の匂いがする。そうそう、うん。あの、エディションホテルと。あの同じ香りなんですけど、うん、テノワールっていうブラックティーがベースの、うん、ちょっと甘さもあるんですけど、ちょっと紅茶っぽいこう香りがするような香りで、これをマジで気に入って使ってますね。このサイズ2本目なくなってるんですよ。僕エディションホテルがめっちゃ好きなんですよ。これつけてると毎回そのエディションに行った気分になる。マジあのエディションホテル大事な時とかあれば泊まってみてください。マリオットボンボイ使ったらそうですね、めっちゃいいです。そうマリオットボンボイね、ポイントで泊まれるっていう感じだったりとか、グレードアップしていいスイートとか泊まったらすごいいい部屋なんですけど、雰囲気をこう思い出せるような香りってすごくいい、すごいいいんですよ。で僕エディションホテルめっちゃ思い入れがあるんで、もう今じゃもうね終わった話なんですけど、甘酸っぱい、甘酸っぱい、うん、つい最近までの思い出がある。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うやん。大丈夫、あの慰めなくて大丈夫。あっつつもう僕切れてるから大丈夫。あざっすじゃん。あざっすじゃん。私めの第2位はこちらです、はい、ラボラトリオルファティーボという香水のカシノワール。ラボルティオラティアとアトルディアーノ一回やとマジで絶対覚えられんよ。なんだっけ、ラボラトリオオルファティーボ。ラボルオルファティーボいやマジであの呪文くらい、俺だった絶対に俺だったそれ全部つも俺だったあ、オッケーオッケー。甘い系の香りでお願いします。先にください。全部ちょっと全部流れるんだよ。おー好きそう。アイビさんの匂いします。本当アイビさん、アイビさんの匂い、爽やかさの香りの中に後からこう引いてくるライトなバニラにウッドテイストが若干入ってるみたいな香りなんで、割とこれもなんかちょっと大人な夜のセクシーな香りになっております。これね、ピッチフレグランスって言われてあんまりこう数がない、取り扱ってるところも少ないんですけど、ノーズショップで買えるので、ぜひよかったらね見てみてください。30ミリで1万4000ぐらい。おー、でも分かりやすいですね。イメージ的には濡れ髪パーマヒゲとか、あーそう、なんかコスメ系じゃない、みたいな。あ、そう、常田さんとか、そう、You are my station って聞こえてきそうだよね。違う、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 全部違う、全部違う。僕第2位ですね、こちらバイレードのこのヒントください。ローズ、ローズ系です。おお、これ持ってる。おー、いい、これローズ、これなんか3本セットで1万いくらだか2万だかのセットのやつあるんですけど、あんまり重すぎないローズというか、さらっとつけれる感じで、ファーストコンタクトの受け抜群やね。抜群っすね。爽やか系の男の子って。あ、そうです、爽やかな方のローズというか、重くない、重くない。いくらですかこれ。3本で1万いくらか2万ぐらいですね。めっちゃお得じゃん。めっちゃお得な感じで1本7000、1本7000とかなんで、香水最初とかちょっとあんまりいきなり高いのとか買うのもあるし、なんか安くていっぱい買うのもったいないなみたいな方は、なんかワイヤーですごく買いやすいので、実際本当50ミリ30ミリでちょうどいいっすね。でそれでリピートあったら、まあ、大きいの感じも間違いない。第2位、はい、こちらシャネルの、シャネル、それ俺が持ってるエゴイストプラチナ、ローズとかラベンダーとか、なんかダンディー、ホト、イタリアかフランスで、まあ、喋りが上手い人のことをプラチナって呼ぶらしい。ダンディ、ダンディ、そう、ダンディ、ダンディ、ダンディ、そう、アイミーさんの、あのちょっと夜のダンディ雰囲気とはでもちょっと違う気がする。どっちかが朝昼の、朝昼軽めのダンディーさというか、僕もまあ27になったんで、まあちょっとダンディーからこの匂いしたらちょっと今日行っちゃうかってなる。ギャップっすよ、なんかめっちゃいいんですけど、お父さんにつけてほしいです。安心感半端さそう。そうそうそう、マジそうです。お父さんにめっちゃする。そう、チンパンジーだからね。お前チンパンジー。でもアイミーさんもこれ似合うと思う。アイミーさんも絶対似合う。じゃあこれ、これ、そう、でこれ1万2000円。意外とラグジュアリーの香水って高くないんだよ。そうそう、香水ショップのやつの方が高い。僕お次、フレデリック・ブルマルのマグノリアっていうお花の
ベースの香りなんですけど、うん、結構香りが変わるんですよ、うん、最初は結構フレッシュなレモンっぽいんですけど、うんうん、どんどんウッディになっていって、もうすでに変わってる、すでに変わってる、うん、これすごくいい香りで、この調香師の人がサンローランとか、うん、あとはラルフローレンとかで、うん、香り作ってることが多くて、結構スーツスタイルの香りにも使いやすいなと思って、時間が経つにつれて香りが大人っぽくなってくるので、うん、ほんとサラリーマン朝つけて、あちょうど昼過ぎぐらいから香りが変わってくるみたいな、面白いなみたいな、10ミリなんですけど、うん、持ち運びやすくて、これ9000円ぐらいなんですけど、うん、そうケースが5000円くらいで別売りなんですけど、持っとけば違うサイズにも使う、このサイズ持ち歩けるのめっちゃいいよね、ちょっと見香水って分かんないんで、リップっぽく見えるじゃん、コスメっぽく、マジでこの丸のやついいですね、これはおすすめでございます、僕も大好きです。今回ちょっとランクイン僕はしてないんですけど、僕が選ぶのはゲラン、ゲランゲランの香りはネロリシュランプット。あ、うん、ゲランだ、ゲランだ。なんか一応オレンジ、うん、なんか確かにブロッサム系っすね、なんだっけな、オレンジの木みたいなのがあって、結構自然界の香りをテーマにしてて、このパッケージって一番高いラインのパッケージなんですけど、軽いんだけど残りやすいっていうか、であと軽いのに広がりやすいというか、ふわっとこう広がりやすいんで、本当に使いやすいのと、僕去年はよく秋冬につけてました、うん、レザー系のアイテムとアイシルクちょっと、あ確かに大丈夫だ、インターションのレザー系感じのよく合わせた香りです、うん、めっちゃいい香り、そうなんかこれはなんかいやらしさがない、うん、そう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 、紅茶っぽさもある、あそうだから好きなんですよ、多分ちょっとこういう香りが、ね、これは重くないから、なんかオールなんか時間関係なしで使えたなみたいな、うん、朝昼晩どこでもみたいな感じなんで、このパッケージの種類だけでも30種類とか40種類ぐらい、それ以外にもこれディフューザーとか結構いっぱいあるんですよ、でもゲランのショップ行ってみてもらえると嬉しいかなと思います。2024年 AW、はい、ベストワン、ベストワン教えてください。私目から行かせていただきます。お願いします。お願いします。ナンバーワン、ラボラトリーオールファティーブの違う、言い方やねん、ひみさんいた今、いやつでもちょっと口カッサカサになりましてパッサパサになったんで、すいません変わりました。ラボラトリーオールファティーブのネローザでございます。好きだね。実は一緒じゃん、諸事情があって第1位をちょっと僕今日忘れちゃったんですよ。おえ、なんすか。アトリエマテリっていう香水があって、ナルシスタイジっていう香りがあるんですけど、うん、これやばいです。前僕めちゃくちゃ聞かれる香水って言って、エルメスのテールドエルメスを紹介したと思うんですけど、あれを超えてくるぐらいマジでめちゃくちゃ聞かれます。えぐいぐらい聞かれるアトリエマテリっていう香水のナルシスタイジっていうのがあったんですけど、ちょっと今日忘れちゃって、その次ぐらいにめちゃくちゃ気に入った香りだったので、これを第1位と今回させていただきます、うん、ネローザって言われるちょっとローズっぽい香りで、さっきテレポも言ったんやけど、フレデリック・マレのポート・オブ・ア・レディに似てるっぽい。あ、確かに一番最初はローズの香りがこうふわっとくるんやけど、どんどんこれ後に行くにつれてウードとかウッドが顔を出してくる。さっきのカシノワールとはまたちょっと違って、うん、爽やかかつ深さがあるような大人びた、これもね、セクシーな香水です。いい、これ全然昼間からでもいけちゃうやつなんで、初心者でも行きやすいんじゃないかなと、うん、思います。男性からももちろん受けるんですけど、どちらかというと女性受け、これ半端じゃないです。マユさんの周り女の子多いっすね。なんかいつもなんか女の子にいい匂いって、いや、いいなぁ、いやちょっと体にもついてるんで、あちょっと今サプレ、マユさんいつもね、メンズエステよく行って褒められてます、ね、お前誰かや、全部メンズエステの女性なんで第1いきます。はい、はいはい、ということで AW ということで、こちらルラボのサンタルですね。おあーサンタル、はい、あーサンタル、うん、あーサンタル、安心感の、うん、まあそう踊っちゃう、踊っちゃうぐらいね、うん、ですね、はい、植物の青っぽい、あそう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 、新緑の、うん、そう新緑とか、うん、女子受けあんま正直良くないんですよ。うーん、嫌がる女性多いっす、うん、あそうなんだ、サンタルっていう人います、ね、女性はやっぱ嫌がるというか、でもメンズ受けが超いいのと、うん、センスのある年上女性受けはめっちゃいいっす、ね、うん、あーだからこれ香ってきたら結構大人な感じ、うん、あ最近なんか本当に一気に香水のランクが、うん、確かに、あれなんか様子がおかしい、やっぱ社会人社会人じゃないです、社会人1年目学生から抜けて、まあ、1年経ってるんで、やっぱりこう大人にも生まれながら感じるものも変わってきてるんじゃないですか。そうそう、感性も変わってきて、うん、その60万のね確かに本当にその分はビリがさ、この辺貼ったと思う、はい、僕の
第1位。はい。ついにだよね。ドルセ。ドルセ。の今結構人気じゃないですかこのドルセシリーズ、ね、ドルセ今来てますね来てますよね香水ランキングでも2人上位に上がってきてるブラックティーの香り俺結構すごいめっちゃいい香り清潔な匂いがしてますねそう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 やっぱ年重ねるとちょっと色気が欲しいというか、うん、パーティーとか夜友達遊んだり俺が女の子でクラブ行って横に来て男の子これの匂いしたいいですってなるドルセの香り俺結構全部好きなんだよねドルセシリーズ青山の店舗で直営店の方で買ったんでぜひめっちゃおすすめ僕も見てください1位僕も秋冬ということでリプティックのタムダオタムダオス僕結構リュウ君といえばの香りそうっすねめっちゃ秋冬になるとつける重ためなウッディサンダルウッドの香りなんですけどあーリュウ君うんうんあ、リュウ君タムダオ、俺も持ってるけど、うん、イメージ強いマラケッシュは東洋って感じなんですけど、うん、これはなんか東アジアのお寺っぽいようなお香の香りに近いかもしれないですねレザーとかテーラーとか、うん、そういうのに合わせたいなと思ってシリーズですねあと普通に家で夜一人でいる時とかもつけたくなりますおしゃれおしゃれな家に住んでるもんねそれでなんかあれでしょ、あの悪い氷になんか入れて、飲んででしょ、こうフェリッシュフェリッシュな地面紙見てくださいやばいっす、ほんとに最後、僕ですよっ最近ハマりすぎてますねはい古着屋さんですあーこれマジめっちゃいい9月13日に出たばっかりの新作のものです細かいよ、粒子わかるこの粒子バニラにレザーのこう香りがこう程よくあるから甘いけどこうちゃんと締まった香りというか、うん、モードの格好をしたりとか、うん、なんかエッジのあるファッションです合わせたいなみたいなで元々笛毛気になってたんですよ、うん、ずーっと気になってで店舗行ってほしいんですけどやばいやばいもう香水がもうなんか100何種類ぐらい、うん、めちゃくちゃあったブワーってで香水って普通の香水って酸化するんですよ、うん、酸化の概念がないんでワインって酸化しないじゃない、うん、熟成するじゃないですか、うん、どんどんそれと同じ考え方なんですへ熟成して香水が熟成していくから最初に買った数ヶ月と半年後の匂いが変わっていくんでそれがまた楽しんでほしいからみたいなとフェグヤマウスって1個だけでつけるんじゃなくて3個つけてほしいんだって1日にうん違う香りをでミックスして自分で調香してその香りを楽しんでくださいみたいなへえ提案をしててそれで今回新作の香りを買ったんですけどマジ最近これしかつけたでも9月13日に買って今20日くらいでこれエグないですかエグいっちゃいエグカクテルも結構その香りによってまちまちなんで、うん、安い香りもあればめっちゃ高い香りもあるみたいな感じなんで、うん、まずお店に行ってほしい、うん、多分2時間ぐらい用意してるでしょ、うん、これ言っていいか分かんないんだけど予約すれば6時間ぐらいで調香師一緒についてレシピ作ってくれるんだよへぇ、全部聞かれるらしいその性格とか好きなものが嫌いなものクエリアマジでやばいです、うん、僕ここ最近のブランドの中で香水ブランドの中で一番今注目してるんで、うん、2010年なのできてます2010年からやってるから結構若いんだけど本当にいいブランドなのでぜひよかったらチェックしてみてください皆さん、うん、今階段の中で、うん、みんなの中で一番言ってくださいせーのでいきますせーのでいきます指差しますせーのでいやめっちゃ迷うな3、2、1これこれとこれとこれとこれだあ、4つか。おぉこれが、究極の。おぉ嬉しい。究極の。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。4香水です。ありがとうございます。やった俺2つだ俺も2つ。俺も2つ。1、2でしたもん、逆に。おぉいいですね。僕、ここです。これは嬉しい。嬉しいです。すごい。いいドレス入りましたら。これかな。おぉわかる。そうですね。この5強やばいね。うん。レベルの高い香水紹介だったけど、なかなかいい。アイテムばかりなんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。あとなんか今日紹介したのって結構ポピュラーなのもあるけど、ニッチフレグランスも結構出てると思うので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。